大丈夫ですか。いや大丈夫。伸びました。全然違う。1センチは違いましたね。痛いところですよね。あ、でもなんか2回ぐらい前の時はすっげー痛かったんですけど、なんか前回ぐらいからそこ痛くなくなってきて、そんなにあのわめくほど、はい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 、いやもうおかげさまさまでございます。ライフスタイルの変化もいい方にね、ですね。ダンス始められたりとか。そうですね。熟練度が上がってますね。すごい。あ、このギリギリの絶妙感がいいですね。また。うわ、絶妙な加減。大丈夫ですか。全然大丈夫です。でも、はい、もう、はい、全然もういい感じで、大丈夫です。硬いですね。なんか右の方がまとまっている感じというか、ブリンとしてますね。前ほど変な腰痛は感じなくなってるんですよ。はい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 。歪みが少なくなりましたもんね。なんかやっぱ様々でございます、ね。やっぱりいろいろと教えていただいて、はい、それをちょっとずつ意識することによって、やっぱり、いろいろと良くなっていくような感じで。良かったです。前よりペースも少し詰めてね、いらしていただいているっていうか、まあ、たまたまそうだったところもあるんですけど、割と1ヶ月以内ぐらいに、ね、そうですね、いらしている感じで続いているので、いや、にしても、あの、結構的確にアドバイスいただいているので、骨に染みて。よかったです、ね、言われないと分かんないですからね。自分では分かってるつもりでもね、人から言われるとまたね、ちょっと響き方が違うというか、そうですね、ね、それでまた納得してるとかになりますよね。なんかごぼうが入ってるとか。はいはいはい。痛い。
ちょっとゴロンゴロンしてます。してますね。やっぱ寝違いみたいなのが関係してるんですかね。あ、そうですね。こちらから首に来ているのかもしれないですね。いや大丈夫です。